ビビアン・ジョン・ウッドワードは、イングランド・ロンドン・ケニントン生まれのサッカー選手。1908年オリンピック、1912年オリンピックにおいて、首相として活躍し、英国代表の2連覇に貢献した。ウッドワードは238試合に出場し、93ゴールをもたらしたとして、トッテナム・ホットスパーとチェルシーにおいてその実力を証明した。また、 英国代表として出場した1908年と1912年の2度のオリンピックでは首相として英国に金メダルをもたらした。ウッドワードは第一次世界大戦が勃発したため軍隊に召集され、チェルシー FC の1914-1915シーズンの間の選手生活は中断された。 ミドルセックス連隊に作られたサッカー選手による大隊に所属した。ボブ・トムソンが負傷したため、彼は FA カップ決勝に出場するために特別休暇を与えられたが、トムソンが怪我から復帰したため、チームが決勝に進出するのに貢献したトムソンに出場機会を譲った。試合は、シェフィールド・ユナイテッド FC に3から0で敗れ、優勝を逃した。 1916年1月15日、彼の所属する大隊は、西部戦線の前線に配属された。残豪に入って、最初の2週間で4人が戦死し33人が負傷したが、負傷した1人がウッドワードであり、手榴弾で右大隊部を負傷した。フランクバックリーもその時、手榴弾の破片が肺に突き刺さる重傷を負った。イングランドの病院から退院した彼は、 同年8月に西部戦線に復帰した。7月に始まったソ部の構成で、大体は大きな損害を受けており、ドイツ軍の毒ガス攻撃によって14人の隊員が戦死していた。1917年にオールダーショットの軍、訓練施設に教官として赴任した。1918年にフランスに渡り、イギリス第一軍に所属した。 第一次世界大戦が休戦となると、イギリス軍のサッカーチームのコーチに就任した。その後は、選手生活に戻ることができず、引退を余儀なくされた。1954年、74歳で死去した。ありがとうございます。